楽しく綺麗に。今日も始まりましたサニクリーンの泥掃チャンネル。本日のテーマはこちら、お掃除の裏技特集、掃除の前に役立つ動画です。よい。今回はですね、お掃除の裏技ということで、ショートネタで8つ選びましたのでね、皆様のお掃除のお役立てにしていただきたいと思います。使い古した歯ブラシは腐った部分をハサミで使い古した歯ブラシはですね、腐った部分をハサミで切ると強力なブラシに再生されるんですね。いきますよ。じゃあこれで、はい、こんな感じですかね、うん、おー、あの長い歯ブラシよりちょっとパワーが伝えられるかも。意外に忘れるのはこんなところなんですよ、うんうんうん、こんな感じですかね。ちょっと黒くなりました。網戸のほこりを取るときに掃除機でそのまま吸っても吸引力が分散されて吸引力が強くなりません。なんか吸っとる感じは全然せんですね。吸い付きが悪いですよね。うん、吸い付き悪いし、ちゃんと取れとるんかどうかもよくわからん、うん、そこで新聞紙を裏側に貼り付け、網戸を掃除機で吸い込むとゴミがしっかりと捕捉され、吸引力がバッチリ伝わります。おーおー、なんか新聞紙ごとほこりを吸っているような感じですね。ちょっとこれなら綺麗になりそうです。おー、すごいすごいすごい。掃除機をかける前にモップをかけておくと、あらかじめ小さなほこりを取り除くことができます。電源コードのある掃除機は本体から排気の風がね、よく出てますので、ホコリを舞い上げて、また時間が経つとホコリが落ちてくるので効率が悪くなってしまいます。舞い上がったホコリは1メートル落下するのに8時間もかかると言われています。ということで、この細かいホコリをですね、先にモップで取っておきます。そうですね、あら綺麗になりました。こうやってあらかじめホコリを取っておくと、掃除機をかけた時に舞い上がらなくて済むというわけなんです。プロの掃除の世界では、汚れを落とす4要素を重要視しています。1、時間、2、温度、3、洗剤濃度、4、物理力です。1の時間とは、洗剤と汚れの接触時間が長くすることも意味しています。接触時間が長い方が汚れを落としやすくなるんですね。洗剤を吹きかけて湿布法をしていきたいと思います、うん、シュッシュッとやってですね、このラップをペタリと、はい、これでしばらく置いてもいきなりすることはありません。これが執行です。執行法にも通じる裏技ですが、液体の洗剤に片栗粉を混ぜてペースト状にするということもできます。塩素系漂白剤に片栗粉を混ぜるとペースト状になります。これぐらいか、これぐらいかな、割ととろみがあんかけのようになりますね。あんかけのように、はいはいはい、そうすると垂直面でも壁にくっつきますので、時間をかけて汚れを取り除くことができます。この泡タイプのものだと、スーッと垂れてって停滞をしないんですよ。そこで先ほど、混ぜたですね、片栗粉と塩素系漂白剤を塗ってみましょう。ペタペタペタ、停滞する時間が長くなるのが分かりますかね、うん、片栗粉がですね、効力を発揮をするわけです。掃除のにしっかりとくっついてますね。
輪ゴムをスライドドアのレールの上に何個か置いてドアを開閉するだけ、スライドの中のホコリやゴミを取り出すことができます。これは説明不要ですね。動画をご覧ください。今から暑くなるのでちょっとこういう風にね汗がついたりとかしますよね。こうしますよね、はい、汗びっちゃりっていうことになります、はい、こうやって一個ずつこうやってやりよったらですね面白い手間がかかるんです、うん、ということでせーの、これで元に戻りました。はい、戻りました。これは整理収納アドバイザーの増本さんが提唱する裏技ですね。僕もすごく感心したんですけど、簡単収納ボックス用途は多様でおすすめですね。低コストで、うん、気軽に作ることができるっていうことですね、うんうん、この取っ手の部分ちょっと切った方がいいので直近します、ね、社員のお家でも大活躍しましたからね、はい、うん、はい、じゃあまず折り目をつけます。できれば両方折り目をつけてください。はい、そしたらこの折り目でもう内側に折っていくだけなんですね。ただもう一回内側に折ります。こんな風になりました。例えばですね、収納棚の中にこんな洗剤が多分ですねバラバラに入っていることありませんか、ね、はい、ね、そういうのもですねこういう紙に紙袋を作って洗剤を入れると取り出しやすくなるし、あと例えば液漏れをしたりしてしまった時もこの紙袋を捨てればすぐ解決するので、うん、なるほど、はい、新しいものに取り替えられるのでとても便利だと思います。以上8つの裏技セレクトをお届けしましたけれども、はい、あの輪ゴムのホコリ取りはめっちゃ気持ちよさそうですよ ね、うん、はい、ね、あの家事代行サービスでもね役に立ちそうな技があって勉強になりました、うん、今日の動画はいかがでしたか。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録、コメントもお願いします。次回もまた見てくださいね。